タカラバイオ株式会社は、滋賀県草津市に本社を置く、タカラホールディングス傘下のバイオテクノロジー関連の研究開発型企業である。遺伝子工学技術を中心としたバイオテクノロジーに強みがある。バイオ研究用試薬の製造販売、研究受託サービス、キノコの製造販売を行っている。決算単身、タカラバイオホームページに基づく。 2013年3月末現在、クロンテック事業買収完了に関する、お知らせ。2009年11月7日閲覧。iPS から、新菌細胞製造、宝バイオートベンチャー。http://www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXNASDZ240BDU4A620CHTJ1000。 2014年8月20日、閲覧。連結市会社の移動を伴う、株式譲渡に関する、お知らせ。宝ホールディングス2018年9月20日、塩野義ヘルスケアによる宝ヘルスケアの株式取得と、吸収合併並びに宝バイオの健康食品事業承継について、塩野義製薬2018年9月20日雪国に、舞竹。 宝バイをのキノコ事業を買収朝日新聞2018年12月18日、宝バイを平成21年3月期、決算単身。2009年10月15日閲覧。ありがとうございます。